パース級軽巡洋艦、パース級軽巡洋艦、パースクラスライトクルーザー、パース級軽巡洋艦はイギリス海軍で収益した後にオーストラリア海軍で収益された軽巡洋艦の艦級で3隻が収益した。パース級はイギリス海軍が第二次世界大戦前に建造した。 リアンダー級の改良型として1931年度海軍計画と1932年度海軍計画において計算席が追加建造されたクラスである。リアンダー級との主な変更点は、機関構成で全級が全完全機配置で集合煙突であったのに対し、本級は他の連合国巡洋艦と同じくシフト配置に改めたことにより日本煙突と、 なって、容易に区別がつき、全長も2.4メートルほど、長くなった。この機関配置により被害時の生存性が高まった。パース級は3隻の同系艦が収益したが1931年度計画と1932年度計画において1隻ずつ、収益した2隻はそれぞれアポロ、HMS アパロアンフィオン、HMS アンファイオンとして、イギリス海軍で収益し物の,の、 途中で本級をオーストラリア海軍に供与することとなり三番艦がシドニー、シドニーと名付けられ、姉妹艦もアポロ、ホバート、アンフィオンパースへとそれぞれ解明されてオーストラー海軍となった。三隻とも第二次大戦を戦いパース、シドニーの二隻は戦没、唯一残ったホバートも日本海軍の潜水艦位マイナス十一の雷撃により大破したが、 前述した生存性の向上により撃沈を免れた。船体は還元の高い朝鮮首脳型船体とし、艦首側面形状は、両波性能を高めるために二段の強いフレア、反り返りが付けられていた。艦首看板上には 15.2cm 砲を、連装砲塔に収めて背負い式配置で二機配置。二番手砲塔の基部から上部構造物が始まり、その上に、 箱型の操舵環境が立ち、その背後に簡素な短脚式の全部マストが立つ。船体中央部には前後に離された日本煙突が立ち、煙突の間は航空施設となっており、水蒸気を打ち出すカタパルト1機が設置されており、一番煙突の側面に片面1機ずつのクレーンにより運用された。副武装である10.2センチメートル角は、 リアンダー級では一番煙突の側面に配置していたが、本級においては二番煙突の後方に、片元に機ずつ、計四機が配置されたが、煙突の間が離されたことにより射界が広がっており、完備側の二門は反対側への射撃が可能であった。対空砲座の下には53.3センチメートル、魚雷発射管が巧妙に配置されており、四連装発射管が、 片言一機ずつ、計二機を配置していた。広角砲の配置が変わったことにより関西艇置き場は一番煙突の側面に移動されて運用スペースが広がった。関西艇は原則に設けられた2本一組のボートダビットが片言に三組ずつ、計六組で運用された。二番煙突の後方に露天の後部見張り所と短脚式の後部マストが立ち、3番主砲塔の基部で 上部構造物は終了、甲板一段分下がって、後部甲板上に4番子砲塔が配置された。船体原則部には復元性と水雷防御の確保として、広範囲にバルジが装着されていた。収益後の1938年に、ホバートが1939年に、パウスが 10.2cm 単装光確保4基を撤去し、 新型の 10.2cm 連装広角砲4機に更新し2番煙突広方のスペースに片面2機ずつを背中合わせに配置した。1939年中にすべての艦で 4.7cm 高射砲4機を撤去した。また、航空施設においてパースは1939年にカタパルトを新型に交換し、水蒸気もシーガル E 水蒸気となった。 しかし、1941年2月に、航空施設を撤去し、ビッカース4トル、3 9口径、ポンポン砲を単装砲がで4機が追加されたが、同年7月に、航空施設を復活させ、4トルポンポン砲を4機に変えて、2トル、7 6口径機関砲が、単装砲がで4機に更新された。1941年に、シドニーも、 エリコン 2cm 単装機銃1機を追加した。1942年にホバートは、新型レーダー272型を搭載した。この時に、対空火器の更新が行われ、12.7mm4 連装機銃3機を撤去し、4cm ポンポン砲を連装砲がで4機、エリコン 2cm 機関砲を連装砲がで5機、同 2cm 機関砲を単装砲がで1機を、 追加した。重量軽減のために、航空施設は撤去された。1945年1月にホバートは、レーダーは276型、277型、281バイト型が新設され、エリコン2トル連装機準4機が撤去され、新たに、ボホース4トル5 6後継機関砲が採用され、連装砲がで3機と、 単装砲がで5機が搭載された。1946年6月にホバートは、手砲の 15.2cm 連装砲等1機を撤去し、センチメ 4cm 機関砲を4連装砲がで2機を追加した。手砲は、新設計のアームストロングマークマーク n t 1 1 5 2 c m 5 0口径速射砲である。特徴としてはその性能は、 同世代の連合側では、軽い5 0 8キログラムの砲弾を行角45度で2 3 3 0 0ルという射程を得ており、射程1 1 4 3 0ルで減速走行7 6トルを貫通できる性能があった。この砲を連装砲塔に収めて4機を搭載した。不要能力は、行角60度、深く5度である。旋回角度は、 単体守備線方向を0度として左右150度の旋回角度を持つ。発射速度はカタログデータは毎分8発であるが実用速度は6発程度であった。パース級の広角砲はマーク V102cm45 口径広角砲を採用している。14.6kg の砲弾を行角44度で 15,020m。 最大行角80度で9450メートルの高度まで到達させることができた。単素砲画は左右方向に180度旋回でき、不行は行角80度、深く5度で発射速度は毎分10から15発だった。これを単素砲画で4機8門を搭載した。他に近接火器として、ビッカーズ12.7ミ、mm、リメートル、62口径。 機関銃を採用した。その性能は 0.37kg の砲弾を行角45度で4570メートル、最大行角で730メートルまで届かせる能力があった。これを4連装砲画で3機を搭載した。砲画の不行能力は行角80度、深角10度である。旋回角度は360度の旋回角度を持つが、実際は、 上部構造物により社会を制限された。発射速度は、カタログデータは、毎分450発である。手法では手に負えない相手への対抗として53、3センチメートル、魚雷発射管を4連装で、片弦1機ずつ、計2機装備した。他22.7ミリメートル4連装機銃2機を装備した。だが、 第二次世界大戦の戦訓からこの程度の対空火力では不足とされ 10.2cm 降格砲は新型のアームストロングマックスビ 10.2cm45 口径降格砲へと更新された。15.9kg の砲弾を行角45度で 18,150m、最大行角80度で 11,890m の高度まで到達させることができた。 砲牙の不行能力は、行角80度、深角10度である。旋回角度は340度の旋回角度を持つが、実際は、上部構造物により社会を制限された。発射速度は、カタログデータは、毎分15発である。これを棒立てのついた、連装砲牙で、片面に傷つ、計4機8門へと、対空火力を増やした。 他に近接攻撃用に 4cm、39、後継ポンポン砲を4連装砲がで4機、ボホーズ 4cm 機関砲を、初期は単装砲がで6機であったが、最終的に12機に強化された。さらに、エリコン 2cm 機関砲を14丁搭載した。搭載機関には、従巡洋艦と同じく、ボイラーは、アドミラリティ3動式重油戦傷水艦艦4機、 タービン機関は、パーソンズ式、オールギアードタービンを4機4軸合計で、最大出力 72000SHP を発揮した。船体が小型なため、大やけ試みで32.25ノットを発揮し、最大速力は31.0ノットを発揮した。機関配置は、ボイラー2機とタービン1機を1組として、前後で2組を分離配置するシフト配置を採用した。このために、 煙突の本数は2本となった。パース級は基本設計を防御装甲を充実させたエクゼターをタイプシップとしているため、カタログデータ的には従順用艦を超える防御を持つ艦となった。原則防御は機関区のみ 102mm で末端部は 63.5mm から 38mm へとテーパーした。弾薬庫は 原則防御とは別個で側立てが 98mm で、前後隔壁が 38mm、天外が 25mm であった。主砲塔は最圧部で 25mm でしかなく、バーベットも同様に最圧部で 25mm である。間、気分離配置により、高換性を向上させ、煙突を2本に改正した結果、全球よりも、機関区が 3m 増大し、 バイタルパートも拡大した。この防御方式は通常でも十分な防御が施せなゆえにイギリス海軍の場合、居住性や公用性のために十分な装甲を施せない巡洋艦の防御方式として極めて効果的であり、以後の英国巡洋艦の標準的機関配置となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。